平和宣言。運命の夏、8時15分。朝なぎを破る B29 の爆音。青空に開く落下傘。そして閃光、轟音、静寂、阿鼻叫喚。落下傘を見た少女たちの眼は焼かれ、顔はただれ、助けを求める人々の皮膚は爪から垂れ下がり、髪は天をつき、衣服は原形をとどめぬほどでした。爆風により潰れた家の下敷きになり焼け死んだ人、目の玉や内臓まで飛び出し息絶えた人、かろうじて生きながらえた人々も死者を羨むほどの地獄でした。14万人もの方々が年内に亡くなり、死を免れた人々もその後白血病、甲状腺がん等さまざまな疾病に襲われ、今なお苦しんでいます。それだけではありません。ケロイドを疎まれ、仕事や結婚で差別され、深い心の傷はなおのこと理解されず、悩み苦しみ生きる意味を問う日々が続きました。しかしその中から生まれたメッセージは、現在も人類の行く手を照らす一筋の光です。こんな思いは他の誰にもさせてはならぬと、忘れてしまいたい体験を語り続け、三度目の核兵器使用を防いだ被爆者の功績を、未来永劫を忘れてはなりません。こうした被爆者の努力にもかかわらず、核即応体制はそのままに、膨大な量の核兵器が備蓄配備され、核拡散も加速する等、人類は今なお滅亡の危機に瀕しています。時代に遅れた少数の指導者たちが、いまだに力の支配を報ずる20世紀前半の世界観にしがみつき、地球規模の民主主義を否定するだけでなく、被爆の実相や被爆者のメッセージに背を向けているからです。しかし21世紀は市民の力で問題を解決できる時代です。かつての植民地は独立し、民主的な政治が世界に定着しました。さらに人類は歴史からの教訓を汲んで、非戦闘員への攻撃や非人道的兵器の使用を禁ずる国際ルールを築き、国連を国際紛争解決の手段として育ててきました。そして今や市民と共に歩み、悲しみや痛みを共有してきた都市が立ち上がり、人類の英知をもとに市民の声で国際政治を動かそうとしています。世界の1698都市が加盟する平和首長会議は、戦争で最大の被害を受けるのは都市だという事実をもとに、2020年までの核兵器廃絶を目指して積極的に活動しています。我が広島は全米101都市での原爆展開催や世界の大学での広島長崎講座普及など、被爆体験を世界と共有するための努力を続けています。アメリカの市長たちは都市を攻撃目標にするなプロジェクトの先頭に立ち、チェコの市長たちはミサイル防衛に反対しています。ゲルニカ市長は国際政治への倫理の再登場を呼びかけ、イーペル市長は平和首長会議の国際事務局を提供し、ベルギーの市長たちが資金を集める等、世界中の市長たちが市民とともに先導的な取り組みを展開しています。今年10月には地球人口の過半数を要する自治体組織、都市自治体連合総会で、私たちは人類の意思として核兵器廃絶を呼びかけます。唯一の被爆国である日本国政府には、まず謙虚に
被爆の実相と被爆者の哲学を学び、それを世界に広める責任があります。同時に国際法により核兵器廃絶のため誠実に努力する義務を負う日本国政府は、世界に誇るべき平和憲法をあるがままに遵守し、米国の時代遅れで誤った政策にははっきりノーと言うべきです。また黒い雨降雨地域や海外の被爆者も含め、平均年齢が74歳を超えた被爆者の実態に即した温かい援護策の充実を求めます。被爆62周年の今日、私たちは原爆犠牲者、そして核兵器廃絶の道半ばで凶弾に倒れた伊藤前長崎市長の御霊に心から哀悼の誠を捧げ、核兵器のない地球を未来の世代に残すため行動することをここに誓います。2007年平成19年8月6日、広島市長秋葉忠俊。